世の中にはすっごいフルーツがいっぱい、すごいフルーツシリーズ。本日一発目ですね、紹介させていただくすんごいフルーツがこちら。こちらがキヨウという名前のスモモでございます。でこのスモモがマジでヤバいんですよ。スーパー歩いてたらなんか高くてでっけえスモモが売ってるなと思って買ってみて食べたら、最後もう俺はこいつの虜なんですよ。すっげえ柔らかいの分かります？このぐらい柔らかいのがうまいんです。もうねとろけちゃうぐらい、そのぐらい柔らかい。で種がね簡単に剥がれるんです。こうやってピロッと綺麗に剥がれていくんですよね。ほらこれすごないですか？もう蜂蜜ですよ、蜂蜜。ではいただきます。これはやばい。いや真ん中が本当に甘いんですよ。いや真ん中が本当に甘いんですよ。ちょっと真ん中もう一回測り直すか。ものすごいうまい。真ん中の一番激甘のところ、よし、ほら2度上がりました。真ん中がめちゃくちゃ甘い。スモモって酸っぱいイメージあるじゃないですか。このキヨウ酸味はほんの少しあるんですよ。ほんの少しね。であとはほぼ甘みと、あとジューシーさ、ジューシーさがやばいの。これ分かりますよ、この汁が滴り落ちてる感じ。たまらん。本日のこちらのキヨウ文句なしの星5つ。生産者さん、美味しいスモモ作っていただきありがとうございます。世の中にはすごいフルーツがいっぱい、すごいフルーツシリーズ。本日紹介させていただきますすごいフルーツがパイナップルでございます。それがこちら、じゃん、こちらゴールドバレルという品種のパイナップルでございます。でこちらのゴールドバレル、パイナップルの最高峰と呼ばれてるみたいです。よし、そしたら半分に落として、うわうまそう、うまそうだこりゃ。では恒例の糖度チェックいきましょうか。これすごそうだな。果汁だけ絞っていくと、果肉が入ると正確な数値が測れないみたいですね。でこれ光のなんかどうのこうので計測するらしくて、果肉が邪魔になっちゃうとかいうコメントをしてくれてる人がいました。勉強になる、ありがとうございます。ではいきますよ、電源入れて、はい、測定どうだ。やば、 22.4。 それは甘いわ。ではいただきます。パインスティックからいきましょうか。いきます。甘っ。何これ、蜜がすごいですね。果汁もね多い。うわこれうまっ。芯ついた方いきますか。芯だけでいきますね。芯の部分も激甘。こちらゴールドバレルの点数は星5つ。文句なしの5つでございます。最高です。世の中にはすっごいフルーツがいっぱい、すごいフルーツシリーズ。今日のすごいフルーツはスイカでございます。それがこちら、よいしょ。こちらブラックジャックという種なしの皮の黒いスイカですね。氷でキンキンに冷やしてあります。サクーンと真っ赤で綺麗ですね。でヘタの方も同じように落とすと。でブラックジャックは皮が結構分厚いですね。なんでこのぐらい落としていいと思います。で立ててでまっすぐ渡すと。おお、さあどうだ。おお、確かに種がない。まあ、厳密に言うとこうやって白い種があるんですけど、この種はこれ以上大きくなってああいう黒い感じにはならないんでしょうね。まずは気になる糖度から測っていきましょうか。どのぐらいの糖度なんでしょう。果汁をここにジューッと絞ってと、果汁だけ入りました。そしたら測定します。よいしょ、 7.8。 これはどうなんでしょう。ではいただきます。種がないからね、種気にしなくていいんですよ。いただきます。甘い、めっちゃうまいじゃん。ほんで白い種全く気になりません。ちょっとお塩かけます。スイカに塩かけると甘さが際立つんですよね。いただきます。甘い、塩かけた方がうまい。本日のこちらブラックジャック星5つ、文句なしの5つでございます。美味しい。
世の中にはすごいフルーツがいっぱい、すごいフルーツシリーズー。というわけで本日紹介させていただきますすごいフルーツはこちら。じゃん、こちらです。番頭という名前の桃ですね。まずね、形がすごないですか。なんだろう、この桃ってこうぽっくりしてる丸い形じゃないですか。でもこの番頭ってなんかぺちゃんこなんですよ。これ奇形とかではなくて、こういう品種の桃。ちなみにこれ1ケースで7000円しました、まあ、なので1個900円ぐらいですね。これカットの仕方難しいな。こういきますか。真ん中に種が入ってるんで、真ん中通してぱっくり割ってみましょう。ああ、なるほど、種はこんな感じで入ってますね。ちっちゃいですね。糖度から測っていきましょう。さあ、いくつでしょうかね。15度以上あるかな。よし、いきます。あー、14度ですね。では、いただきます。確かにね、甘さは控えめな気がする。爽やか系ですね。あ、でもうまいな。爽やかなんで割とパク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 いけちゃいますね。今桃って美味しい品種がいっぱい出てきてるじゃないですか。品種改良で最近出てきてる桃に引けを取らないぐらい美味しい桃ですね。この味が明治時代からあると考えたらすごいことですね。というわけで今日こちらの番頭星 4.5 ご視聴ありがとうございました。世の中にはすごいフルーツがいっぱい、すごいフルーツシリーズー。本日ご紹介させていただきますすごいフルーツがこちら。じゃーん、こちら入善ジャンボスイカというね、富山の特産品でございますよ。でっかいスイカですよね。値段もね、そんな安いスイカじゃなかったです。1万2000円とか3000円とかそのぐらいしましたね。じゃあまずはヘタから切りますか。うん、赤ですよね。よいしょ。皮はすごく薄めですね。こういきますか、久しぶりに。よいしょ。はい、いきますよ、せーの、パッカーン。おー、思ったよりジューシーそう。真っ赤でうまそうですね。入善スイカ、お味はいかに。いただきます。今日は塩も何もかけません。いきます。甘い、美味しいな。先っぽすごい美味しかったですね。じゃあここのちょっとふかふかしてそうなとこいきます。うまい、うまい。糖度いきますか。先端の甘いところ、ジューッと絞っていきます。さあどうだ。お、 10.3 度ですね。というわけで今回の入善スイカ星4つ、味はめちゃくちゃ美味しいんですけど、ちょっと値段が高かったですね。まああれ、これはね、贈呈用ですかね。河原でやるバーベキューとかにあれ持ってったらヒーローになるんじゃないかな。世の中にはすごいフルーツがいっぱい、すごいフルーツシリーズー。本日ご紹介させていただきますすごいフルーツがこちら。じゃーん、ブドウでございます。夏が終わってブドウが美味しい季節になりましたね。ブドウもいろんな種類あります。そんなたくさんあるブドウの中から今日僕がすごいフルーツとして紹介させていただきますブドウの種類がこちら、クイーンニーナという品種のブドウでございます。結構スーパーとかでも売ってますんで、果物好きな方だったらね、あ、割と知ってるよっていう方多いと思います。で、値段はね、これで2000円ぐらいでした。いきますよ。まずは縦にこんな感じ。じゃあ次横に切ってみましょう。断面はこんな感じですね。しっかりした綺麗な断面ですよね。巨峰に比べて結構弾力はあります。固めのぶどうですね。食べてみましょうか。いただきます。うまい。ほんでもう一個、このクイーンニーナの僕の押せるポイントがあって、これ見てもらったら分かるんですけど、皮と身の離れがすごくいいんですよ。すごく食べやすいの。キューッと絞っていきます。はい。うわー、そうだ、甘いんだ。嘘、こんなに糖度あんの。20度ですって。今回こちらのクイーンニーナ星5つ、もうね、これ文句なしの5つです。見かけた際は皆さん食べてみてください。世の中にはすごいフルーツがいっぱい、すごいフルーツシリーズー。本日ご紹介させていただきますすごいフルーツこちらになります。じゃじゃーんと、はい、こちらブドウです。今日はブドウを紹介しちゃいます。それもすごいブドウですから。こちら一房5万円しました。5万、ルビーロマンという名前のブドウでございます。愛情をかけて育てられたんだろうな君たちは。まずじゃあ断面の方から縦に落とす。そして
こっちは横に落とすと。おお、なるほどね。断面こんな感じですね。とにかく皮が薄いですね。 0.1 ミリとかそんなレベルですよ。極薄ですね。いただきます。うん、うまっ。激うまなんだけどこれ。やば、あのね、果汁感がやばい。糖度いきましょう。気になる糖度ですよね。ジューッと絞っていってらっしゃい。どうだい？19度、高いね。というわけで今回こちらの一房5万円のルビーロマン星5つ。そりゃそう、もうこれ5つじゃなかったら何が5つ取れるんだいって話ですね。めちゃくちゃ美味しかったです。世の中にはすごいフルーツがいっぱい。すごいフルーツシリーズ、本日ご紹介させていただきますすごいフルーツ、こちらになります。こちら、じゃん。この小さめのリンゴ、これがですね、コウトクという名前のリンゴでございます。でちょっとこれまず切ってみます。切ればね、もう一目瞭然です。ちょっと輪切りでいきます。輪切りの方が分かりやすいと思いますんで、いきますよ。ほら、これ分かりますか？この蜜の入り方、こんなに蜜が入ってるんですよ。これがコウトクの特徴なんですよね。いただきます。めっちゃうまい。酸味と甘みのバランス。で、このジューシーさがすごいんですよ。めっちゃうまい。ではでは、お決まりの糖度チェックいきますか。リンゴって糖度どのぐらいあるんでしょうね。このリンゴそんな甘ったるいって感じのリンゴじゃないですよね。本当に酸味もいい感じにあって、美味しいっていうリンゴなんです。よし、果汁たっぷり入りました。いきます。よいしょ。どうだ。うわぁ、13.3 度。高い。というわけで今日はこちらのリンゴ、コウトク紹介させていただきました。こちらのコウトク、星5つ、文句なしの5つです。これはもうぜひリンゴ好きな方もそうじゃない方も食べてみてください。世の中にはすごいフルーツがいっぱい。すごいフルーツシリーズ、本日ご紹介させていただきますすごいフルーツがこちら、天下ブブという名前のお高級な柿ですね。これね、スーパーに売っててこんなんあるんだと思いました。値段がね、1玉1000円しました。さあどうだろう、種は、はいはいはい、あ、種ない。あ、でもちょっとあるか。あ、でもとりあえず種なしか。種のなんか残骸みたいな、生き残りみたいなのはいますけど、基本的にはこれは種なしなのかな。あ、種あるか。あるけど種が小さいタイプですね。ではこちらいただきます。うわ、あんま、うんまん、この柿、あ、ちょっと頭一つ抜けてんな、この甘さ。これ普通の柿じゃねえわ。とにかく糖度がすごい。うわ、これうますぎ。さあどうだ。もう19度か。もうちょっとあると思ったな。本日のこちら、天下ブブ、星 4.5。 めちゃめちゃ美味しい柿でございます。世の中にはすごいフルーツがいっぱい。すごいフルーツシリーズ、本日ご紹介させていただきますすごいフルーツがこちら。よいしょ。はい、こちらスイカでございます。ルナピエナっていうスイカですね。結構ね、こう小ぶりのスイカなんですよ。値段がね、一玉3000円ぐらいしました。結構いい感じのスイカですね。いきます。赤かな、黄色かな。お、赤玉です。おー、おー、いい色ですね。まあ、ちょっと淡い感じの色合いです。この真ん中の一番うまいとこ、種もなんもないとこね。いただきます。うまい。え、めっちゃうまいけど、甘い。いや、正直僕これ甘さはあんまないのかなと思ったんですよ。今の時期のスイカなんで。めちゃくちゃ甘い、うまい。さあでは毎度恒例の糖度チェックいきますか。10度ぐらいはありますかね。いや、ありそうですけどね。いきます。おー、 11.2。 だから高いんですよ糖度が。本日のこちら、ルナピエナ星5つ、文句なしの5つでございますね。美味しいスイカ。